皆さんこんにちは、中野ゆかりです。フィギュアスケーター中野ゆかりチャンネルをご覧いただきありがとうございます。新横の練習の時にすごいなと思ったのが、朝やっぱ6時の練習で朝早いから、6時にはみんな頑張ってくるじゃない、でも眠いから休憩時間とかみんな昼寝とかしてたりするんだけど、普通はみんな靴を脱いで、まあなんか着て丸まって寝てたりするんだけど、すごかったのが、眠くて練習から帰ってきて、そのままスケート靴を履いたまま、うつ伏せになって寝てて、マットの。そのマットだよね。しかもあのボロボロのあの緑色のマットね。そうなの。いつから使ってんだっていう。すごいなと思って、この人眠くて帰ってくるってこと多分練習でないんじゃないかなと思って。まあそれだけエネルギー使ってたってことにしてもらってよろしいでしょうか。で、すごいのがスケート靴を履いたままそのまま倒れ込んで寝て、で、休憩時間は15分しかないので、整氷時間、まああっても最大でも20分ほど。だからそのわずかな時間に寝てたんですけど、まあ私いつも起こしてたじゃないですか。そうなんですよ。で、起こしてどうするのかなと思ったら、そのまま起きて、スケート靴履いたまままた練習しに行くから、すごいな、この人と思って。いや、だって、時間がもったいないなと思って。靴を履いたり、脱いだり。そう。まあ、2分ぐらいなもんなんだけど、でも2分って2回重なると4分じゃん。まあね、倍になるね。そしたら5分寝れるじゃん。ね。まあね、すごく眠いんだよね。そう。で、まあ確かに足が休まらないっていうのはあるけど、それよりも体全体を休めた方がいいと思ってた。でもそれでよく滑れるなと思って、スケートグッズ履いたまま多分寝る人そうそういらっしゃらないと、新横のお母さんで呼んでたんだよね。あ、そうそうそう。起きれないからね。起きれないから起こしてもらう。そうそうそう。ゆかりさんによく起こしてもらった。そう、そして起こすとね、また不機嫌なんですよ。本当に。みたいな。不機嫌で、ね。起こしてもらってんのに。一回行ったことがあって、覚えてるか分かんない。一回行ったことがあって、そのまま練習してできなかったら私が怒られるでしょうとか言って、のぼう先生にとか言って、それお互い様だとか言って怒られるかもしれない。お互い怒られるんだからとか言って。よく分かんないよね、その理論も。寝起きだから相当機嫌が悪くて、もう。でも先生のほら、気持ちもあるじゃん。面白いね、怒られる怒られないって。まあね。一応。うん。まあね、それも、まあ。いろいろあったからね、本当に。どっちかが怒られるとね、大体とばっち系が来るのでね。そうそうそう、そう。私、お互い様でどう言えないんだけど。あとは、ね、他に、まあ、チームでね、やってたから、チームの子で、まあ、よく怒られる子がいたら、まあ、その子が来ると、なんとなくこう、ね、ピリッとする空間が勝手に出来上がっちゃうっていうね。そうそうそう、そう。とか、あ、そうなんだよね。来た、来たっていうね。みきちゃんもよく怒られてたし、私もよく怒られてたし。まあ、そうなんだよね、でもそれも愛ですから。はい。ちょっとね、やっぱりでもピリッとする空間がないと、やっぱり人ってだらけてっちゃうから、どんどん。まあそうだよね。そのなんかこう、手綱引きがやっぱり先生としてうまかった。うん、だからその、あんまりやりすぎちゃうとさ、やっぱり帰っちゃったりとか、今の子だったらさ、とかするけどさ、まあ、そういうところはね、なんか、いい具合って言ったらおかしいかもしれないけど、まあいつもみんなが見てる、その、何、キスアンドクライの、のぼう先生。仏のような のぼう先生と、その練習の時の、たまに出る、怖いの、雷と、雷の、ね、雷様と、でそれが、こう、うまく、こう、バランス取れてたのかなとは思うけど。うん、まあ、私結構ね、厳しい先生の方が好きだったから、お尻叩かれてやる方だったから、私は良かったなと、思います。私一番練習の中で、やっぱ、覚えてるというか、思い出に残ってるのが、やっぱり、バンクーバーオリンピック前に、直前に、中京で合宿してたの覚えてますか？覚えてる。で、その時に、なんかもう私、もう毎日がさ、もう自分がさ、引退が迫ってるからさ、もう、怪我も多かったし、あの年、もう、前に必死に来てたんだよね、もう。で、なんか、その練習の時に、中京での、全日本直前で、なんか残り1週間ぐらいの時にはもう2人とも1個もミスがなかったんだよね。それぐらいまで練習をしてたんだけど、逆にそれがプレッシャーになって、私、タカちゃんがミスをしたら逆に安心してて。よかった、1個でもミスしたから私も1個ミスできるかなみたいな感じで思ってたわけ。だけど逆にタカちゃんが先に滑って、
フリーとかかけて、ノーミスやると、自分も今度やらなきゃいけないから、一個もミスできないと思って、すごい緊張してやってたのを覚えてて、今でも。うんうんうん、なんか、でもあの練習はね、すごいいい練習ができたなと思って、いいね、すごい緊張してやってたよ、あの練習。うん、なんか、やっぱりこう、お互いにこう、高め合う人がいるっていうのはすごく大切だと思ってて、やっぱり一人でやってる時って全然練習にこう、なんか、やってるんだけど、やっぱりなんかこう、なんかやっぱり対象物が欲しいんだよね。そうだよね。うん。一人で強くしていくのってすごい大変だからね、やっぱり。まあ、なんかこう、ありがたいことにこう、ね、女子の強いこう、時代の人たちみんな一緒にこう、滑らせてもらってて、そう、ね。そう。まあ、荒川さん、あの、つぐりさんも、新横浜で一緒にね、練習させてもらってるし、で、ミキは一緒に名古屋でも練習してもらってるし、で、ゆかりちゃん行って、で、魔王が行って、でみんな一緒にこう練習させてもらってて、まあそれぞれこうなんか色が違うんだけど、その、魔王がいて、で今度一回休んだじゃん。まあ、休養ね。そう、休養して、でそこから戻ってきて、でそれ、そこ段違いでやってんの。うんうん、どっちかっていうと。こう、だから魔王いない時一人でやってて、でもそういなくなって魔王が戻ってきてっていう感じになったから、だから一人で練習してやってないね、中京で。で、中京の練習ってほら、一応貸し切りってなると一人じゃん。1対1だよね。1対1なので、そう。そうするとね、やっぱりね、こう、なんか、こう、張り合いなくなっちゃうというか、先生とだけだと。一人に目がいっちゃうから余計にね、うんうんうん、大変だよね、結構ね、大変だったっていうのはね。だから、やっぱりね、やっぱりこう、まあ、男子男子でもいいかもしれないし、女子女子でもいいかもしれないけど、やっぱり男子女子で、1対1で、こう、練習するってすごくいい環境だったなっていう。うんなんかあの追い込み練習が私にとって最後の本気の練習だったから、なんかいい練習したなと思って、もうだいぶ切羽詰まってたけど、私は、本当に。いや、すごい練習した。すごい練習したなっていう記憶がある。うん、練習考えられない。だって、なんか結構どれくらい練習したのっていうふうに言うとさ、なんかこう、他のスポーツとか、めちゃめちゃ練習するねって言われるもんね。あー、でもさ、そんなに長い時間乗ってたわけじゃないんだけど、氷の上に。うんうん、でもすごい濃い内容だったから。そう、一日の時間を使ってんだよね、ちゃんとね、しっかりね。だから休みも取ってるし、そうそうそう、だから体リフレッシュして、ちゃんと次の練習にできるようにして、ね、できた。だから、疲労感もすごかったし、うん、っていう感じで、なんかあったなと思って。高い子はね、半泣きできたなんてこと初めてだったからさ、ちょっとびっくりしたよ。うん、そう、ここで報われないんだっていう、なんか、ところはちょっとなんかあったかな。なんて声をかければいいのかわからなくて。次が続かなかったね、どうも。そうだよね。そう、うん、もう飛べる飛べないとかの問題じゃなくて。周りがね、若くなっていくんだよね。わかる、わかる。ということで、今回は小塚貴彦さんにお越しいただきました。過去のフィギュアスケートにまつわる話、たくさん。話をさせていただきました。皆様にとってフィギュアスケートがゆかりある日々になりますように。次回もお楽しみに。